仏下半ハズ本学寺は、福井県吉田郡永平寺町にある浄土、新宗本願寺派の仏教寺院。三号は和田山。本尊は阿弥陀如来。元は越前国の和田地区にあり、和田本学寺とも呼ばれた。回帰は浄土新宗の宗祖新覧の弟子にあたる和田の新章。当初は和田道場と呼ばれていた念仏道場で、新宗高田派に属していたが、 王朝元年本願寺第三世、各女の時代に本願寺に帰依する。本願寺第七世、尊女の時代に本学寺の事業を交渉するようになる。永正三年、九ず川の戦いで朝倉市に敗北したことにより加賀国に逃れた。以後、道寺は、長生寺とともに加賀に逃れた越前門とのまとめ役を担ったが、後に、 加賀門徒とかが亡命中の越前門徒の争いが、寺院間の争いに発展して、大正一期の一員となった。A60 年に、朝倉氏との和解により越前国への復帰が認められるが、加賀国の本望も残された。慶長7年、本願寺の東西分立において、東本願寺第十二政教上を支持して、東派に属した加賀国側と西本願寺。 第12世順序を支持して西派に属した越前国側に分かれて現在に至る。なお、福井県の野球界への功績から読売ジャイアンツや阪神タイガースで当時を務めた小林茂の遺骨の一部が納骨されており、2016年1月の7回期にあたって記念碑が混流された。ありがとうございます。